松平清明は、江戸時代後期の大名。三坂国津山藩八代藩主。角道の号で知られる。十一代将軍、徳川家成の十五男として、誕生。十二代将軍、徳川家吉の異母帝。文化十四年九月十八日、津山藩主、松平成高の養子氏となる。文政五年二月一日、おまみ。文政七年三月二十八日。 原服して、父、家なりより返帰を受け、生民と名乗り、十四以上、自重、三河守に上任する。文政九年十二月、左小野江県少将。後、生四以上、左小野江県中将、越後守る。天保二年十一月二十二日、養父の隠居により、家徳を相続する。天保三年四月十九日、初入国する。以後、藩の財政や、 教育の普及などに力を注いだ。安政2年5月3日、養子、喜び林に家督を譲って隠居し、角道と称する。文久3年4月、津山に隠居した生民に対し、幕府は毎年1万秒の隠居料を給したが、これは、将軍、家なりの実施という理由の他に、誠実な性格で、将軍家において人望が厚かったためとされる。慶応元年3月、 江戸に出布する。維新の動乱の際は、勤納、砂漠の方針をめぐって藩内は混乱したが、清民の力をもって勤納に統一した。慶応4年5月3日、江戸会場に伴い、新政府より、田安亀之助の後見人を命じられ、その養育に尽力した。明治14年12月、十三日に昇進する。明治十五年六月、邪交官施行。 明治24年3月23日、78歳で死去した。家なりの53人の子や孫の多くが溶接したり、子孫が残せぬものが多い中、例外的に長命であったと言える。ありがとうございます。